タイトルコールいいですか？集まり！動物どんまり！すいません。皆さん、おはようございます。まさか4月22日 AM5 時17分、朝です。なんなら早朝。てか、俺の家めちゃくちゃ散らかってんな、周り。すごいな。本当に散らかってるよ。でね、今回ね、すごいんだよ。何がすごいかというと、最近あつ森のツイッターを僕フォローしたんですけど、ようやくね、全然フォローしてなかったんですけど、ようやくフォローしまして、今回から新しくアップデートで追加される内容がわかりました。多分もうみんなも知ってると思うんですけど、俺と一緒におは、おさらいしていこう。まあ、お祓いしようって言っちゃった。もしかしたら、お化けなのかもしれない。あつ森はお化けなのかもしれない。いや、違う。で、ということで、今回は、ちょっとイベントをね、みんなと共有しましょうということで。俺が注目したのは、まあ、全然ね、動物の森自体詳しくないんですけど、季節のイベントがやっぱ動物の森って、いいんじゃないか、素敵な、ね、素敵なイベントなんじゃないかなって思ってて、まあ、4月はやっぱさ、イースターがあったじゃないですか。ね、みんな卵ゲットして。で、まあ、卵以外俺覚えてないや。全然覚えてない。卵だけ？うん、卵だけとりあえずやったんですけど、ちょっと他のイベントがね、4つもね、紹介されたんですよ。なので今から、共有しましょう。1つ目、アースデー。自然環境のことを考える日のことを、アースデーというみたいです。ちなみにこれは、明日のアップデート、4月23日のアップデートから、5月4日の、日付まで、アースデーが続くみたいです。で、ちなみに、その5月4日までなんですけど、アースデーは。メーデーっていう別のね、これも別のイベントなんですけど、季節のイベントなんですけど、これ5月1日から5月7日っていう、だだかぶりしてるんだよね。もう季節のイベントもかぶっちゃってるんですけど、メーデーとアースデーってのがすぐ来ます。はい。で、ちょっと日付を置いて、国際ミュージアムデーっていうのがありまして、博物館にスタンプラリーが、なんか、いっぱい展示される、展示してるところに一緒に置かれるみたいで、まあ、スタンプラリー集めるとなんか、いいことがあるんじゃないかなと思います。ちなみに日付は5月18日から5月31日まで、5月末までですね、やるみたいです。そしてその後、6月1日から6月30日、ジューンブライドっていう、季節のイベントが来るみたいなんですけど、これちょっと調べたんだけど、6月は、6月に結婚式をすると幸せになれるっていう言い伝えがね、もともと我々の世界である、もしくはあつ森の世界、俺の世界ではそういうこと聞いたことないんですけど、俺実際初めて聞いたんですけど、ジューンブライド。はい。ね、この結婚してるあつ森のキャラクター住人で言うと、リサとカイゾーさんの夫婦も6月に結婚したらしくて、その結婚式の記念写真を、撮るためにパニエルの撮影スタジオに行って、まあ一緒に撮るみたいな感じの感じだった。これね、任天堂さんの YouTube か何かに、アップデート情報って載ってたので、俺ちょっと見たので、みんなも見てみてください。ちょっとドキドキしましたね。てかいいな、結婚。俺もう一生独身だよ。今年でね、今年で20歳だ。俺ずっと20歳なんですけど。いつ結婚できることやら。はい。ということで、今回はね、それだけ伝えたかったです。まあ、別のね、アップデートの情報はあるんですけど、まあ、例えば、あいつ、キツネ。名前忘れちゃった。キツネが来たり。タヌキチじゃなくて、ツネキチだ。ツネキチだ。そう、ツネキチ。ツネキチが来て、なんか美術品を、売ってくれるんだけど、時々偽物があるみたいな、なんかそういうのもね、あったんですけど。今日は俺はね、季節のイベントやりたいなーって思って。はい、ほぼノーカットだね。ほぼノーカットでもうありのままを話したみたい。俺結構いつもカット多いんですけど、なんか余分なとこね、余白の部分とかいらないかなと思って、やってたんですけど、なんかちょっとテンション上がりすぎちゃってやっちゃいました。こんな朝っぱらからね。朝の5時21分ってもうみんな寝てるでしょうね。俺最近昼夜逆転してて、まあ、この時間の後な、7時ぐらいか8時ぐらいに寝ることが多くて、まあ、寝不足ってわけではないんですけど、なんか寝る時間だけちょっとおかしいな、みたいな。で、ちなみに4月22日って、俺他にもやってるゲームが実はあって、
まあ、みんな多分ね、知ってると思うんですけど、スプラトゥーン2のゲームもね、やってまして、で4月22日はスプラトゥーンのアップデートなんだよね。でその後に、4月23日に、動物の森のアップデート来るから。やばーいってなってる今。熱い、なんか嬉しい。嬉しいけど、みんなと共有するのを、やっぱ、やらなきゃいけないっていうか、もう、なんかもうやらなきゃいけないっていうとちょっと仕事みたいになっちゃってるんですけど、趣味なんですけど、もうやりたいなと思ってて、そしたらなんかもう4月23日はもう、あつ森で、4月22日はスプラトゥーンってちょっとハードなね、スケジュールになってました、気づいたら。ちなみになんですけど、今日の動画、別にやることないですね、あのあつ森で。ただ共有しただけというか、もう昨日出した動画がすべて詰まっておりまして、ほとんど作るものが今ね、限られてまして、みんなに見せれないものを今作ってて、完成してからみんなに見せたら、おーってなるかなと思って、隠してるんですけど、隠してるせいでちょっとね、やることないんだよね。なので、どうしよっかな。最近落とし穴ゲットしたんだよな。ないわ。やれるものがない。まあ、ちょっと探検しよっか、俺の島。何にもないね。あつ森、最近人のね、人の島っていうか視聴者さんの島に遊びに行ったりして見るんですけど、やっぱ自分の島と比べるとみんなすごいわ。これだって椅子しかないもん、ほら。椅子。これはね、今度、椅子取りゲームをする動画が、多分近いうち上がると思うので、はい、これ楽しみにしてください。ここね、くるくる回って、音楽に合わせてくるくる回って、で、音が止んだら座るっていう遊び。イストリーゲームをやりました。ちょっと今度見て。だからチャンネル登録皆さんしてますか？してね。頼むね。ちょっと頑張るわ、俺動画投稿。いつも動画、1日3本から5本ぐらいですかね。なんか1日3本以上上げてるんですよね。でちなみにこれ今のこの自粛期間だから上げてるとかじゃなくて、もともとなんか、3ヶ月ぐらい前、いやもっと前だな、なんか5ヶ月、6ヶ月、いや1年ぐらい経つのかな。そこから2本から3本で土日は5本みたいな結構出してて、なんかそれが日課になっちゃってね、むしろ暇な方が自分嫌だなって感じがします。いやこれ今日ね、あれだな、ほぼカット入れてないな。いやこれから寝るんですけど、ちょっと今テンション本当に上がっちゃってて寝れないですね。スプラトゥーンのアップデートが10時に来るらしいんで、ちょっと寝といた方がいいかなと思うんですけど、この後俺編集するし、忙しいわ。まあいいや、じゃあちょっと、まあそんな感じでですね、アップデートのね、情報を、まあちょっと共有しました。皆さんもあつ森楽しんでください。暇があったらあつ森しか持ってない人、なんかあつ森ちょっと飽きてきたな、他になんかやりたいものあるなってなってたら、まあ、スプラトゥーンとかが俺やっぱおすすめかな。だから一緒にスプラトゥーンと、あつ森をやってると、俺の生活リズムもね、なんかわかると思います。スプラやって、あつ森やって、スプラやって、あつ森やってっていう。はい。まあ、そんな感じで、寝ます。俺はもう、寝ます。ありがとうございます。じゃあ、さよなら。